皆様、おはようございます。ます代表執行役社長の鵜飼英一でございます。株主の皆様には、本日はご対応のところご出席いただき、誠にありがとうございます。当社定款第17条第1項の定めによりまして、私が 本総会の議長を務めさせていただきますので何卒よろしくお願い申し上げますそれではただいまから ntn 株式会社第122期定時株主総会を開会いたします本総会の議事進行整理につきましては議長である私の指示に従っていただきますよう皆様の ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。本総会の議事進行は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、可能な限り時間を短縮して行いたいと存じます。報告事項や決議事項の内容のご説明にあたり、招集後通知に記載の事項や、 インターネットによる開示をしております事項につきましては、適宜これらの記載に委ね、本総会における口頭でのご説明を割愛させていただきたいと存じます。株主様からのご質問、ご発言につきましては、報告事項および決議事項のご説明がすべて終わりました後、一括してお受けいたしますが、 お一人様につき、一問とさせていただきますので、内容を簡潔にまとめてご発言いただきますようお願いいたします。なお、本日、ただいままでにご出席、または議決権行使書をご提出の方々の議決権数の数は、本日ご審議いただきます議案に対し、定則数を満たしていることをご報告申し上げます。 それでは第122期事業報告連結計算書類及び計算書類の内容につきましてご報告申し上げます。まず事業報告につきましてはお手元の招集後通知16ページから43ページに記載のとおりでございますが当期の業績は 新型コロナウイルスの感染拡大による厳しい経済状況を受け大幅な減収となりました損益につきましては固定費の圧縮などを推し進め下期は黒字を達成したものの通期では116億円の当期純損失となりましたこのような当期の業績と原価の 当社の経営状況などに鑑み、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ではございますが、見送らせていただきたいと存じます。申し訳ございません。当社グループを挙げて、この危機的状況を乗り越え、早期に、 株主の皆様へ利益還元できるよう、最大限の努力を行ってまいりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。こうした状況を踏まえ、招集ご通知22ページから24ページに記載の事業報告の対処すべき課題につきまして、ご説明いたします。 当社グループは新しい技術の創造と新商品の開発を通じて国際社会に貢献するという企業理念の実践を通じて世界を取り巻く社会的課題の解決に貢献し人と自然が調和し人々が安心してら豊かに暮らせる滑らかな社会の実現を目指しています。 SDGs などの国際社会の目標達成に向け、マテリアリティを特定し、ESG 経営を推進するとともに、カーボンニュートラルと安全・安心・快適性の追求につながる分野に、研究・開発資源を集中し、将来の成長に向けた研究・開発活動を加速してまいります。 本年4月から開始した3年間の新中期経営計画ドライブ NTN100 フェーズ2では前の中期経営計画で掲げた事業構造の変革トランスフォーメーションを加速するという方針は変えず3年間を財務体質の強化期間と位置づけ経営環境の変化にしなやかに対応できる 企業体質の構築を目指します新中期経営計画ドライブ NTN100 フェーズ2の基本戦略ですが一つは事業構造の変革ですデジタル技術と当社が培った経営資源を融合させ DX に向けた事業構造の変革を加速させます経営管理のさらなる高度化 に向けて基幹システムの刷新により販売・生産・調達・物流を一気通貫で見える化し需要変動にも即応する在庫の最適保有とグループ内の在庫活用を推進するほか IoT ・ AI の導入と製造工程の全体最適化・整流化によってスマートファクトリー化を推進します。 また、状態監視システム CMS の導入拡大による風力発電や鉄道車両などの稼働状態のモニタリング AI を組み合わせた故障の事前予知など新たなビジネスの創出拡大に取り組んでまいりますもう一つの基本戦略は財務体質の強化ですまず、 損益分岐点売上高の引き下げを進めます調達改革による比例費低減、間接部門を中心とした固定費の抑制、低収益事業の売価改善販売縮小などにより付加価値を向上させ目標とする売上高の8割程度でも利益を出せる体質を目指します。また 投資効率の追求を図ります。生産管理の徹底と外部を活用した自前主義からの脱却により、投下資本を圧縮し、経営資源は技術の強みを発揮できる商品や工程に集中させます。設備投資については、能力増強投資を原則凍結し、生産性向上につながる 効率化精進化進投資を推進しますさらに、有給資産や保有有価証券の売却、事業統廃合などの選択と集中を推し進め、キャッシュフローの最大化を目指します。次に、事業別戦略についてご説明いたします。補修事業につきましては、 OEM 補修共通の販売戦略のもと、組織の枠を超えてターゲット業種を攻略します。供給能力の強化による常備在庫の拡充、技術キャラバン部門の設置による ASEAN ・インド地区の顧客向け技術サポートサービス対応の強化、自動車補修部門、機能の再編などの施策を進め、 販売拡大につなげま,すまたセンサー技術と IoT を活用ししゃべる軸受け考える軸受けの早期開発による状態監視ビジネスの確立と補修需要の囲い込み遠隔支援カメラなどを活用した技術サービスの拡大を通じてこれまでのハードの売り切りからソフト サービビススををを加えたビジネスへの変革を実現しし補修事業拡大を目指します次に産業機械事業ですが、業種別戦略を明確に定め、収益基盤を強化します。変幻即帰、風力発電、工作機械、鉄道車両などの成長領域と位置づけた業種に、経営資源を投入し、 販売拡大を目指しますまた建設機械農業機械航空宇宙など収益基盤を強化すべき収穫領域と位置づけた業種に対しては中国インド財などを活用した抜本的な原価低減や生産性の向上低収益不採算型番の売価改善や販売縮小 撤退などの収益改善施策を進めます一方、将来の成長に向けた新領域の早期確立を目指し、CMS 活用による風力発電向け軸受けメインテナンスサービスや、手首関節モジュール、i イリストを活用した精進化の提案を進めます。産業業機械事業は 既存商品の収益基盤強化と新領域の早期確立により利益ある事業への変革を進めます。最後に自動車事業ですが SUV や EV などの高成長、高収益の車両セグメントへの受注シフトを進めるとともに調達改革による比例費低減とものづくり改革の推進 売価管理のの徹底などに取りり組むことで自動車事業の利益率向上を図ります同時に電動モジュール商品や軽量、高効率、低フリクションなどの高機能製品の販売を拡大し、技術対応力の強化を進めることで CO2 排出量削減、カーボンニュートラルに貢献してまいります。 グローバルで加速する EV 化、電動化に対しては、基盤商品のハブベアリングやドライブシャフトでは、高効率、低振動、低フリクションなどの技術的な優位性を生かした販売機会の獲得を進め、電動オイルポンプや E ハブ、S ハブ、電動ブレーキなどの新商品を扱う新領域分野で 早期の事業化を目指してままいります当社グループは新しい技術の創造と新商品の開発を通じて国際社会に貢献するという企業理念のもと新中期経営計画ドライブ NTN100 フェーズ2の確実な達成を通じ企業価値の向上に邁進してまいります株主の皆様には今後ともご支援 ご弁達を賜りますようよろしくお願い申し上げます。事業報告につきましては以上です。次に、連結計算書類などですが、連結計算書類につきましては、招集後通知44ページ、45ページ、及び当社のウェブサイト、計算書類につきましては、招集後通知 46ページ、47ページ、および当社のウェブサイトにそれぞれ記載、または掲載のとおりでございます。なお、会計監査人および監査委員会の監査結果につきましては、招集後通知48ページから53ページに記載のとおりでございます。以上をもちまして 本総会の報告事項についてのご報告を終わらせていただきます。